はい。はい。はい。まあ、こういうことなんだよね。こんにちは、会長です。ノラシーズン、お疲れ様でした。順位が134位かな。で、まあ、ノラてっぺん確定枠、まあ、多分いけるかなっていう感じなんですけど、週末ね、北海道行ってたんで、ちょっと配信できなかったんですよね。まあ、だから、まあ、シーズン終盤で、まあ、敵味方で当たって、まあ、強かった、まあ、完全コラボ勢たちの、キャラやっていきたいと思います。はい。まあ、常設で強いキャラはね、僕一通り触ってみたんで、まあ、明日またね、明日か明後日か動画出したいなって思うんですけど、自分が使って強かったキャラって感じかな。まあ、今回は、まあ、敵味方に来て強かった、まあ、超コラボデッキ、やっていきたいと思うんですけど、はい。よいしょ。あ、ダメージ出ない。よいしょ。 OKOKOK、 やれた。で、祝福入れてあげる。はい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 。燃やすけど、燃やすけどダメだわ。はい、燃やします。で、花火切って燃やしに行きます。ドーン。まあ、花火中なんで殴り合ってもいいんですけど。なるほどね、ミミミか。桃鍋が上がるんで、桃鍋して飛びますか。はい、ナイス。で、このキャラね、常設でもめちゃめちゃ強いんですよ。シルブレディバゼンアンジュかなが大量発生してたんですけど、まあコラボはコラボで強いよね。本当に青アンジュしたかったんだけど、ないんで、まあ、しょうがない。はい、ビヨーン。よいしょー。よいしょー。どこにもいない、敵が。で、アダム家が張っちゃってるんで、こっち行きましょうか。よいしょー。でも難しすぎない？あ、いた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 。あ、いた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 。おいしょおいしょおいしょ。ふなんかいた、なんかいた。ちょ、回復がないわ。うん。どうなんだろうな。理想で組むなら、青アンジュの枠、違うわ。青祝福の枠、青アンジュにすれば一番強いんかな。それともシルブレ積んだ方が強いんかな。わかんないんですけど。まあ、桃鍋 HA がかなり強いなっていうのはわかるんですけど。はい。まあ、そんな感じで、やっております。いや、どうしよっかな。C 触っちゃおう。はい、ナイス。まあ、あんまり活躍しないんですけど、たくさん飛べて満足です。僕はね、メダルが微妙だったんで、ちょっと、240は組めたんだけど、やれませんでしたね。まあ、あとはガンナーがそんなに、難しいっていうのがあるんで。まあ、ただ、マジで、味方に来ると強い。別にコラボじゃなくても強かった。って感じで、まあ、ドラゴンは、ノラシーズン、最強格でしたね。はい、2戦目は、曲が流れていますが、まあもちろんこのキャラですよね。コラボで組めるなら。まあコラボで組めなくても、まあ、強かったね。あの、帯電1枚持ってれば、他常設で、まあ、4突3突してれば、なんか180とか200ぐらいのポロロッチョでも最強でした。っていうぐらいマジで強かったです。はい。それではやっていくんですけど、もうこのコンボ、これだけ、あ、これだけで終わり。はい、終わりでーす。はい、さっきのカスタムはタームレでございます。まあ、帯電プロはね、まあ、もちろん最強なんですけど、引き続き帯電使っていきます。今回はちゃんとね、みんな中身いますと。はい。で、デルミンですね。青アンジュ持ってないんで、アンジュでやっていきます。まあ、緑桜と悩んだんだけど、まあ、やっぱアンジュなんかな。さあ、前へ行こっかな。で、デルミンはもう間違いなく最強っすね。はい、触っちゃおっかな。 OK。
で、中でもね、大連使ってるデレミンが強かったっすね。カノーネと違ってやっぱり、雑に強いんで、安定感あるよね。よいしょ。危な。やばい。操作が。操作がおぼつかないんですけど、まあやってくれるでしょう。無理です。触りましょう。ナイスやり。マジで下手すぎる。うますぎる味方が。じゃあね、反対側触っていいよ。8秒後に帯電が上がるんだけど、マジで？待って、されちゃった。取れちゃった。意味わからん。意味がわからん。意味がわからん。なんか習慣入ったから。行こう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あーれー。やめてー。痛い。あー、痛すぎる。まあ、紹介なんでいいです。別に自分が強いなんて言ってないんで。これをうまく使える、最強デッキの人が強いだけだね。僕は決して強くないんで。もういいです。よいしょ。強すぎだろ。強すぎだろ。下行く？上行く？下行く？オッケー。じゃあ待ってよ。さあ待ち構えて、待ち構えて。反転1への練習します。できない。あグダグダすぎる。申し訳ない。もうダメですわ。全然ダメですわ。いやでもね、このキャラ強いんだけど長時間できないと思うんだよね。すごいよね、ノラシーズンこれで走り切るって。マジで疲れそう。はい、最後はね、ステリアですね。特にコラボが強い。常設だと、まぁ、ちょっと怪しいかなっていう。まぁ、弱くはないんだけど、コラボ勢のステリアがガチで強かったっすね。なんか、メガハンロングレンジとかで固めてるわけでもないのに、めちゃめちゃ硬いんすよ。あれ、なんなんすかね。まぁ、って感じでやっていくんですけど、今日はね、本当はね、コラボだから強い点とかいろいろ話していきたかったんだけど、長年の、動画やらない期間のせいで。え、これ抜けんの？謎すぎー。はい。あら、ナイスすぎー。触らしてー。お願い、お願い。ありがとう。神です。後ろまあ広げてもらえますか。まあまあは、バイバイキャッキャするのを楽しんでください。お願いします。さて、どうしようかな。あれ突っ込むのはちょっと怖い気もしますが、ダメかはられたんで諦めましょう。よいしょ。オスマンティウスで戻りまして、さて HS 貯めてからかな。 SAO デッキのステリアが結構多かったですね。まあ、SAO1 本で、まあ、ほぼ理想デッキが組めるっていうのは結構激アツな感じはしますけど。はーい、はい。
はーい。はーい。まあ、こういうことなんだよね。強いよなー。まあ、引き連の枠が赤くれるんだって。まあ、回復枠が何になるんでしょうか。これ一旦死んでから HS だな。削るだけ削ろう。あ、やれたわ。火力やばいよな。情報されてマジで強くなった。HA があるから、割と機動力あるんだよね。で、HS で復帰もできるし。まあ、て感じで、ノラは結構向いてるのかもしんない。あら。まあ、触ったら HS で勝ちじゃないですかね。よいしょ。さあ、ルー君、いってらっしゃいませ。はい。ナイス。いや、強いわ。めちゃめちゃ強い。って感じで、めちゃめちゃ羨ましかった方たちでした。あれやれたらどんだけ楽しいんだろうなーって思いながら、全然別のキャラしてたっていうね、話。みんなもね、多分ね、当たったんじゃないかなって思うんですけど、マジで強かったよね。実際上位にたくさんいました。というわけで、コラボで強かったキャラたちでした。明日はね、明日か明後日は、僕が使って強かったキャラをね、紹介していきたいと思います。というわけで、ありがとうございました。